スノーマン・メグロレン渡辺翔太が島崎和子に悪行。今日の収録長かったなぁ、認めるも弁明スノーマンが、14日放送の TBS 系、中井雅宏の金曜日のスマイルたちへスノーマン登場。2時間スペシャル、金曜午後8時54分に出演。20年11月以来、2年半ぶりの出演となった。 ゲスト出演したタレント島崎和歌子50がスノーマンの番組で共演し、収録後にメンバー2人から今日の収録長かったなぁ。疲れたなぁ、と言われたことを告白した。匿名の携帯電話アンケートで思い当たる節がある、との問いに9人中、2人が反応。さらにその2人にはオープニングがビビっていた、と問われ、多分、俺です、説明したい、と回答があった。 さらにその二人には、収録は長かった、疲れた、と問われ、長かったです、事実です、と回答。収録が長くなったのは島崎和歌子のせい、との質問には、和歌子さんです、そうです、と回答。悪口を言ったのは僕、と言える、との問いには、イエス、はい、と回答した。